はい、どうもシャワです。本日は遊戯王のスターターデッキ2018を、購入してまいりました。あの噂のね、もしかしたら女剣士カナンとか千年源氏とかまあいろいろ入ってるかもしれないとは言われるやつなんですけども、遊戯王のストラクチャーデッキっていうのはなんか3つ買ってね、あのそれを全部組み合わせて、デッキを作ると割といいのが生まれるってことなんでね、とりあえず3つだけ購入しました。で、一応もうプロテクターとかも買って、これ安いっすね。なんかデュエマとか500円とか600円ぐらいするんですけど、遊戯王378円でこれ買いましたね。こっからね、遊戯王に本格復帰、ルールを覚えてちょっとやっていこうかなという感じです。裏面にはですね、なんか、まあ、商品内容としてデッキ1個カード45枚入ってんだ。で、デュエルフィールド、まあ、プレイマットみたいなやつと、ルールブックも入ってて、まあ、初回限定版のね、特典カード1枚、トークンまたは秘蔵レアカードってことで、まあ、秘蔵レアカードについては、前回投稿した動画の方を見てください。このチャンネルをいつもご覧になってる皆様だとお分かりでしょうが、私は遊戯王全然わかんないです。最近の遊戯王は。なので、まあ、解説には期待しないでください。はい、解説付きのみたいだったらもうサンダーさんおすすめするんでね、ぜひサンダーさんのを見てください。よし、あげましょう。秘蔵カードってどこに入ってんだろう。デュエルフィールドですね。あ、待って、意外としっかりしてるな。まずは紙製プレイマットですね。フィールドゾーンとか、あ、これあったな。エクストラデッキもあった、私の頃に。で、ペンデュラムゾーンっていうのがね、魔法トラップのこの両サイドにできてると。はい。で、墓地とデッキゾーンっていうのがあって、エクストラモンスターゾーンっていう、なんか最近ここにも出すみたいですね。はい。なので、ちょっとね、こういうのがあると本当に助かるんですよ。裏面見るとめっちゃわかりやすいですね。裏面でとりあえずあの流れとかを確認して、あ、リンク召喚についてもいろいろ書いてある。あ、いいですね。じゃあこれでちょっと学びながらやっていきたいと思います。秘蔵レアカードが、もうあった。もうあった。ちょっと、これ後にしよう、後にしよう。で、ルールブックの方ですね。ルールブック2つこれ。じゃあ行きましょう。トランスコード投下。うん。なんか、最近のなんかサイバー系とかなんかそんち系の多いですよね。うん、無機質な感じっていうか、はい、これがリンク召喚で入ってると。ペンテスタック、かっこいい。光り方がめっちゃかっこいいね。なんかね、ハニーボット、あ、こういうなんか女の子キャラもね、ユーギョー女の子キャラ可愛いですよね。リンクスパイダー、うん、やっぱ結構いるね。そう、これこのリンクリボーっていうのは結構まあカードショップでよく見るカードだったんですよ。うん。で、これが入ってるから今回のスターターは割とお得みたいなことが書いてありましたね。続いて通常モンスターですね。四つ星のライドロンです。これ光ってんだね、ちゃんとね。サイバース族っていうのが出たんだ。しかもアタックが2000っていうのね。もうちょっと我々の時代から考えると2000ついに来ちゃったなって感じですね。エクスチェンジャー、あ、めっちゃ可愛い。なんかこれ CG みたいなので。ビジェットキットとか、なんか結構スーパーレアとかいっぱい入ってる。ウルトラでも入ってんだ。ビットロン、あ、可愛い。2000。え ?2 で2000なの。あー、これ変わったな。時代来たね。なんかね、ドラコネット、うん、あ、なんか統一されてていいね。あ、ちょっとまた違う毛色のモンスターが出てきた。アムクラウダ、インクスレイヤー、ガードオブフレムベル、これも100で2000だ。レベル、このレベルによってなんかリンクモンスター確かありましたよね、なんか出せるのね。そうそう、これとかね、レベル1モンスター1体を、素材にするみたいな。新情バルバロス、なんか急にでっかいの来たけど、これもサイバーデッキで使えるってことかな。あ、サイバードラゴン入ってる。今も普通に使えるんだ。やっぱ特殊召喚できるからね、一段目からね。イグザリオンユニバース。こいつもいたよな。ベルズマンドラゴ。あ、黒決まりのウィッチ。そう、これ使えるようになったらしいですね。驚愕ですね。クリッターも使えるのか。マシュワロンとか懐かしい。え、これもまだ使うんだ。ライトロードハンター来航。これ、よく、オリパで出ますね。はい。光の援軍のあのワンちゃんですよね、これね。バトルフェーダー。なんか、最近ちょっとずつ覚えてきた。あ、速攻のかかしってこれ、エグゾディアデッキに入ってるやつだ。バトルフェーズ終了するっていう。なんか、遅延で使われてましたね、これね。エフェクトベーラー。このカードも入るんだ。これはなんか効果を無効にするってやつですよね。あ、このエフェクトベーラーとか星1だから、これでリンクリボー出せるみたいな感じですかね。サイバネットリカバー。はい。で、サイバネットユニバース。死者蘇生。おー、死者蘇生だ。お、ブラックホールとか入るんだ。サイクロン。あ、サイクロン。月の書か。あー、結構昔のカードあるね。禁じられた清掃。はい。あ、団結の力。これもまだ使われてんだね。やっぱなんだかんだ言って強いのかな。こいつ単体だけでも800アップするからな。団結しなくてもぼっちでも800アップするからね。あー、貪欲な壺か。じゃあこれすごいね。本当にいいカード、汎用カードみたいなのがいっぱい入ってんだね。強欲で謙虚な壺。強者の苦痛。あ、びっくりした、これ。首かと思った、これ。襟かと思った、ここら辺。びっくりした、生首がなんか、ねえ、生首の中に鳥が入ってるのかと思ったよ。強者の苦痛ね。はい。補給部隊。補給部隊ってなんか聞いたことあるな。よく対戦動画でなんか聞くな、この名前。はい、サイバネットリグレッション。リビングデッドの呼び声。ああ、
これも使えるんですね。あ、聖なるバリア、聖なるバリアとか、昔はね、ほんとそれこそこれがあればなんか無敵みたいな感じでしたね。あ、激流速強い、これは最強、これは最強。堕落の落とし穴、これ遊戯王やってる友人に聞いたんですけど、あの1500以上のモンスター召喚判定召喚特殊召喚で、この特殊召喚した時にも破壊できるのがなんかいいって言ってましたね。落とし穴と違って特殊召喚でもいいみたいな。強制脱出装置で戻すやつ、バウンスですね、スパイラルゲートですね。はい、そしてデモンズチェーン、あ、これも前上がったな。はい、魔球のファイル、いい顔してんね。魔法トラップを無効にして相手はワンドローするのか。でも無効系はなんか強いね、やっぱね。うん、ということで、じゃあ最後行きましょうか。はい、こちらのカードが、よいしょ、あ、トークンですね。まあ、こういう感じでなんかトークンか、秘蔵レアカードが入ってるということで、じゃあ残りの2種類もね、このまま見ていきましょう。今日から私もサイバース使いだろ。こっちかな、こっちで行きましょう。ほい、お、これはなんだ、あ、これが今の主人公か。はい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 。で、このトークンっていうのをね、私持ってないんでね。うん、これでこのまま使おう、トークンで。なんか人がトークンってなんか嫌だな。スケープゴート出して、これ出してさ、ねえ、こいつ攻撃されてなんか死んじゃったらなんか人殺したみたいになっちゃうから嫌だな、なんかな。まあ、今回はですね、実はこのスターターデッキで秘蔵カードも欲しいって欲しいんですけど、それ以上にね、やっと始めるタイミングが来たみたいな。こっからちょうど始めればなんかいろいろね、理解しながら進められるかなってことでね、このデッキ3つ買ったんですけど、いやーほんとなんか、やっぱ遊戯王のカードすごいな、なんか最近。レアカードいっぱい出るし、うん、なんか絵もやっぱね素敵だしね。これなんか金のエンゼルみたいなのもらえないのかな、ここら辺。3枚集めてなんかコナミに送るとね、千年原人もらえるとかないんですかね。最後のカードが、よいしょ、はい、お、遊戯来た遊戯、あ、やっぱ嬉しいな、遊戯が一番嬉しいかも。遊戯さ、これさ、トークンで出してさ、なんかデーモンの召喚とかにさ、バーンとか言ってやられたらなんか、かわいそうだよな。人間はダメだよ。だって、本田くんね、あの喧嘩の強い本田くんですらコマンダーじゃないですか、戦闘力的には。という感じで、なんかちょっと懐かしいカードもありつつ、なんか汎用性のすごい高そうなね、カードがいっぱい入ってるデッキだったんで、ちょっとこれを3つ合わせてね、ここから遊戯を始めていけたらなと思います。いやー、なんかやっぱ新品パックがなんだかんだでワクワクしますね。シャマでした。さよなら。